区波171富山地方鉄道区波170系電車は富山地方鉄道の電車、カルダン駆動車両の制御車として導入された。これまでに4種類の形態が登場している。このうち2種類は、後年に区波170型から形式名が分割されて、正式には区波173系、区波175型とされているが、この記事でまとめて扱うことにする。 2020年現在では、この内区派175型のみ在籍している。14,770系の制御者として1955年に製造された、両運転台、正面非貫通3枚窓の18平方メートル扉車である。1958年に伝送され、もは14,772となった。以後の詳細は、 富山地方鉄道14,790系電車を参照のこと。区波172,969年の輸送需要見直しに伴い、120系の第一編成に組み込まれていた二百221と14,720系の編成に組み込まれていた二百222を、編成から外した上で、先頭車化害増を行った型運転台内制御車で、ある。 この二両の元の車体は、戦闘車から運転台部分を省いたものだったため、その分全長も17.3メートルと短くなっている。この二両は14,720系の二両を分割した上、それぞれの制御車として使用されることになり、もは14,720系、区1 7 0系の編成となった。この時には方向転換は行っていなかったため、 それぞれの編成の向きは逆向きとなっていた。以後の詳細は、富山地方鉄道14,720、軽電車も参照のこと。やはり1969年の輸送需要見直しに、伴い、120系の第2.3編成に、組み込まれていたサ百ハ223.224を、編成から外した上で、先頭車化改造を行ったカタウン制御車で、ある。 この2両の車体は、先頭車から運転台部分を省いただけでなく、扉間の座席数を増加させたため、全長は18.6メートルと長い。この2両とも増結用として、電動車の編成に増結する形で運用された。そのため、貫通扉はなく、連結面はセンターピラーの細い固定連窓である。また、14,790型と連結し、 二両編成の代用としての運用もあった。1980年代後半に冷房改造された。当初は補助電源がなく、大容量の電力供給ができる車両との増結自主化冷房が使用できなかった。後に改造され、すでに冷房車として運用されていた、区百175と同様、床下には電動発電機を搭載、単車での冷房使用を可能にしている。 1995年に形式名が区ハ170型から分割され、区ハ173型に変更された。2008年現在も増結用として運用されているが、大半の列車がワンマン化されたため、運用機会は減少している。運転台直後も含めて、オール転換クロスシートのため、特急の増結などに使用されることが多い。2014年、 17,480系の導入によって、両社とも廃車された。区派175,981年に製造された型運転台制御車である。車体は、当時増備されていた14,760型と同一構造であるが、初めから増欠車として製造されたため、運転台のない側のつま面は、非貫通構造となっており、連続窓風に Y 窓となっている。 増結用車両としては、初めての冷房車で、床下には電動発電機を搭載し、非冷房車の増結に運用された場合でも冷房が使用可能である。常実の区波173型と同様、1995年に形式が分割、変更されて区波175型となった。2008年現在も増結用として運用されているが、 大半の列車がワンマン化されたため運用機会は減少している。2013年4月からは1万2 0型に並結されラッシュ時の運用に充てられていた。その後、2019年9月30日をもって1万2 0型が引退したため、同年10月からは連結相手が14,760型に変更されている。ありがとうございます。